ニコニコ波動ゆうです。はい、今日はですね、またまた新しい女の子が来ております。今回来てくれた女の子はですね、ゆうの元歯科助手時代の話に遡るんですけども、その子が高校生の時に歯科助手のバイトをしてたんだよね。で、同じ職場で働いててみたいな感じで、まあバイト仲間って感じで、この間会ったんですよ。そう、めちゃめちゃ成長しててそう、まあどんな子かは、後ほど紹介したいと思います。はい、じゃあもう早速呼んでいいですかはい、じゃあお願いします。身長が同じぐらいなのね。そうです。そうそうそう。ゆう151センチのね。で、150センチだっけ？はい。150センチなんですよ。そう、だから背丈が一緒みたいな感じでね、最初盛り上がって。そうそうそう。で、じゃあ自己紹介したいと思います。はい。では、まずは、お名前をどうぞ皆さんみなみです。そう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 、でみなみちゃんなんですよ。よろしくお願いします皆さん。で、今年で今何歳だ？今23になります。23、はい、23歳で今は23歳だから大学？ん？大学？大学院に行ってます。大学院行っちゃったの、はい、大学理系じゃないんだ、確か文系だったよね。そう、そうそう、文系の大学院すごいね出身、みなみちゃんの出身はね、長野県です。そう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 、長野県なんですよ。はいね、みんないますか、長野県出身の人。長野県に住んでる人、行ってみたいな。長野行ったことないからさ。あ、そうなの。そう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 、行ってみたいじゃあここからちょっとね、びっくりすると思います皆さん。みなみちゃんの特技、はい、カラオケね。カラオケみたいなってね、カラオケ特技なの？何、週に何回ぐらい行くとか？あれでもそんなに行かない。行かないんかいじゃあお箱は？お箱、うん、聞きたいねこれね。でもなんか演歌とか歌うじゃん。え？演歌？なんで？演歌？なんで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 ？演歌のが歌いやすくて、テンポが遅いから。はい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 。テンポ早い曲苦手だから。はい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 。テンポが遅い。バラードか演歌。はい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 。まさかの演歌は出てくると思わなかったな。バラード系だったら何歌うの？ HY とか。あ、HY いいよね。366日とかいいよねHY なんだ。へえ、そっか、はいね、意外でしょ、カラオケなんだよね、はい、一人カラオケとか行っちゃう感じ？マジで私行けないんだよねそっか。みなみちゃんよろしくお願いします。皆さんで、まだ緊張してると思うんですよ。なんちゃん緊張してますか？はいで、場を盛り上げたいなと思いまして、そう、エチエチは経験ないんだよね。うん、うん、ないよね。そのないから、みなみちゃんってさ、くすぐりって得意？苦手？触っただけでキャーっていう人？そこまでないと思う。そこまでない。でも触られたら、くすぐられたらくすぐったいかも。あ、そうなんだねですが、まずはちょこっと間挟めます。ツイスターで、まあ、ユーもやるんだけど、ツイスターで負けたら、ツイスターゲームで負けたらくすぐり、はい、罰ゲーム、okay? はいいい、はい、おーすごい。そこには抵抗ないんだね。うんうん面白い
ねむちゃん、これは見たことありますか、ツイスター。なんか見たことある気がする。ゲームはやったことはないです。ないんだね。初チャレンジ、ツイスター。おー、いいですね。じゃあルール説明、このルーレットは早速やっていきたいと思います。先攻後攻決めようか。はい、じゃんけんで、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。どうぞ。先攻後攻どっちにする？じゃあ先攻。お、先攻。あ、ありがたい、ありがとうございますね。ありがとうございます。じゃあ先攻でね、はい、みのりちゃん。はい、ではさあどうなることやら、うん、さあどうなるか。お、右手の赤、はい、赤ね、赤、はい、右手の赤。お、はい、お、いいですね。